大家好。今日は日本でさ、うん、日本の松屋って知ってる？知ってる。松屋でルーローハンは、うん、売ってるらしいんだけど、うん、店舗限定らしいんだ。え？で、東京で売ってるらしいんだけど、うん、名古屋でも売ってるかなっていうのを、うん、現象。はい。事前にアプリで少し調べましたが、どこにルーローハンが売ってるか分かりませんでした。一応フォロワー44人のツイッターでも知ってる人がいないか聞きましたが、誰もコメントしてくれませんでした。それほど売っていないということなのでしょう。マネージャーさん、うん、一日券買います。はい。前の動画も初めにご希望のボタンに触れてください。一日券安いよこれね、土日だから、うん、そう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 。この2つ、うん、おー、できた。しゃ、バスも乗れるもん。すごっ。本当にすごいよ。結構もうどこも行けるな。出てきました。はい。お釣りを忘れないでね。松屋を探しに旅、うん、なんか待って、これは今度だ。松屋のさ、ルーローハンの発売日は8月16日らしい。うん、今8月21日、うん、そう、名古屋まで届いてるから。どうかな、うん、松屋調べたらさ、まず金山にあるらしい、うん、はいはいはい。最初金山に、で、はい、次は大須とかがある。上前津にもある。次、栄にも何店舗かあったから、ここら辺でね、探していきます、うん、一番中心のとこ、うん。よっしゃ。結構ここひどいね。あの、ね、見て見て、 JR とこっちは何、あ、名鉄か。名鉄、そう、地下鉄もあるよ。さっきはだいたい地下鉄乗ってきた。これは金山駅のショッピングです。わあ、すごい、何店ももあるね、うん、駅からすぐ近い。そう、ここね、今ここか。もう見えたね。松屋、松屋あるかな。さ、一体あるかな。見てみよう。正面にさ、あれがあればもう勝ちだ。ないな、どうしよう。近いからしい、とりあえずない。すごいな。あれ、どんどん見えんか。一瞬見てみる、ちょっと見て。こういう頃歩くと何なの。定食は、定食、うわー、ないだ。そんなに甘くないな。そんなに甘くないね、うん、頑張ろう、次だ。もうダメだったね。うん、次神前図、うん、行こう。行こう。神前図だ。本当だ。神前図降りてすぐ押す。いいね。あれは焼肉ライク。はい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 。で、後ろ向いて。そしたらもう、あ、あったね。いいね。ほとんどこそあるよね。そう、ちょっと都会に近づいてるから。そう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 。来た。え、ちょっと待って、さっきよりないじゃん。あの、なんちゃうやつもないし、看板ないから、ちょっと中見てくるわ。いいや、ちょっと待ってて。ない。マジか。ない。マジ、うん。やだやだ、今日割れる。マジです。おいしそうそう。でこっち早く。酒屋も歩いてこう。はい、いいね。栄はどこの方向？え、見て、タピオカミルクティーじゃん。本当だ、台湾だ、うん、台湾、うん、今日も台湾グルメ探してるじゃん。あそこら辺に台湾のあるよ。そうなの。食べ物前行ったじゃん。あー、
はい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 、確かに陰陽三民図全部この周辺だね。あそこ美味しかったよ、豆腐。これこれ、うん、豆腐美味しいよね。何書いてると思う？どうぞワンダーシティ店を。え、マジで？ここはしばらくお休みらしい。あ、そういうこと？あ、すごいよ。え、ここも、ここも結構いいよ、うん、ワンダーシティ店。今度行ってみよう、うん、イオンよね、うん、あそこ。あそこは台湾パイナップル買ったとこだよ。あ、そう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 、うん、すごいね。そう、ここ見えてきたね。3軒目ここね、牛飯、うん、ここ見てみよう。ランチ限定じゃなくて、期間限定。期間限定コーデか。あ、やっぱね、ここにあるの普通。そうだね。じゃあやめよう。行こうか。やっぱりないんだ。どうしよう。終わり。終われない、この旅。こんな大都会に松屋ありました。ありました。ここにあるんでしょうか。4店舗目、うん、大丈夫、うん、結構すごい半日かかったよね。高級街だね。そう、そう、高いビールばかりね。ワクワク、うん、恥ずかしい、すごく恥ずかしい。何、あるなんで分かった？ちょっと待たないで。看板がない。確かに。また見てくれる？中？うん。店員さんが私を見てる。やめよう。やめようか。ないか。うん。はい。はい。5店舗目。やっと。うん。結構歩いたな。うん。一体あるか。え、ちょっと待って。絶対ないじゃん、これまた。豚もないよ。宣伝しているもん全然ないや、ね、ダメだ。いえ、スパイシーキーマーも予告だけ。いえ、マジ境にないならもう名古屋行くしかないな。そう、ラストチャンスだ。名古屋ラストチャンス。うん、名古屋もうないな、本当にもう、うん、諦めるよ。30分で300円。ケチだから。30分。今何分？10分。残り11。だいぶ変わったよ。私？あの。何？名古屋暑すぎてさ、熱中症になってさ、一回帰って2時間くらい寝て車で来た。そう。ここは名古屋駅の街や。さあ。うん、なんかさっきのチラッと見た、うん、なんかありそうよ。マジ看板書いてる。あ、ないだろ。ないだろ。売り切れたら終わりよ。さあ、売り切れたらあるよ。ここ、前言ったよ。そう。すごい。感動や。これ。はい、行って。ちょっと焼ける。あ、そうだね、大丈夫、早く。これじゃ、え、いや、普通は大盛りとかもじゃ、何盛りでいい？何盛り？いや、コンボって何？じゃあコンボで、あの牛飯もある。で、これあるよ。ダブルロカボチームって何？わかんない。これでどういう意味なの？あ、ダブルは大きい。ダブルは2つの意味。あ、じゃあこれですよ。ロカボチーム。現金、交通系カード、または QR コードで決済してください。今
冷たいんや。あ、でもあら熱中症は、うん、暖かいいいや、熱中症乾杯。熱中症なんだよ。普通のご飯もあるし、これが、あの松屋が原稿、松屋がご飯を食べないの人は普通そういうなんかロカとマークついてる。これはご飯はあの徒歩に変更できる、タダで変更できる。すごいよこれ、ヘルシー。ヘルシー。ご飯じゃなくてないの？どういうこと？え、どういうこと？え、どういうこと？来たよ、ルーローハンらしいけど、これ味噌汁。これどう？見た目どう？うん、見た目はうん、ぽいけど、ちょっと日本だ。そう、これはそういうサイズな。台湾はコン、コンマーブンコンマーパン、コンマーパン、コンロー飯、ルーローハンじゃない、コンロー、角煮の意味。ニャー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 ニャけど、うん、角煮？角煮ちょっと食べてみる。うん、 あれある？台湾独特の、あ、そう、国交粉、国交粉と八角、うん、ある？ない。角煮丼だよね。うん、でも確かにちょっと台湾の味付けかも。甘い、ちょっと甘いの。台湾ちょっとしょっぱ甘いの感じした。100点は満点だった。これ多分80点かな。見た目はちょっと2点ねんな。コンマーブンだったらもう100点ぐらい。そうか。そう。あと胡椒もちょっと入れるわ。すごく似てる。なるほど。うん。胡椒やないよね。ないね。そうだそう。でも美味しいね。うん。こっちも一緒なと思ってる。そういう感じ。ご飯に入れない。そうだ。海苔入れたらもう日本っぽいの。日本のご飯の感じ。そう、これと違う。これだけ。なるほど。はい。完食しました。もうすぐで返却する。もうすぐ30分。これはテイクアウトのメニュー。ここ買ってきないよ。もともこれルーロー飯とか。こっちね。で、期間限定の方で。これが使えない。店舗、そうそうそう、店舗限定。とりあえず以上。以上。早く。ギリギリセーフ。新店大インペンダージャジェタルーハー。松屋のルーローハン最後には見つかってよかったです。これからも日本や台湾のグルメ、観光地の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。バイバイ。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏链接，一起来投稿吧。